どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。イエーイ。今日はちょっと変わったところにいるんですけどですね、実はたった今ですね、あの超一流芸能人とですね、あのコラボ動画を撮っていたんですよ、ここで。はい、誰とコラボしたか、どなたとコラボしたかは、ちょっとね、数日後に、公開する動画にてお楽しみにしといてください。めちゃくちゃ深かった、あの感激しました。すごいいいコラボ動画になったというか、まあ、トークの動画ですけれどもですね、ああもうね、早くみんなに見てもらいたいななんていうことで、今日はその告知の動画なんです。もう近日公開の面白い動画楽しみにしといてねっていう動画なんですよ。はい、楽しみにしておいてください。あとね、お知らせとしてはですね、なんとあのガズさんが出している学部の本、リットミュージック社さんからね、いろんな本出してるんですけど、この度ですね、3冊で増刷決定しました。ありがとうございます。まずはこの緑の本、この緑 の、 あの初心者の本がですね、重版になって、これがまあやっぱりガズレレのね、あの初心者の方はこれから始めるということで、なったということと、あとねこっちのホイ、3です。水色のこのソングブックシリーズの3も、増刷になりましてですね、あとホイこっちもドン、子供と歌おうソングブック、ウクレレソングブック、この子供と歌おうもね、なんと増刷がかかりましてですね、なんとですね、この8月、2024年の8月にまた新しいソングブック6が、出る予定なんですけど、その辺を合わせますとですね、なんとこのリットミュージック社さんから出た本、全てで20万部を超えるというとんでもないですね、ことになっております。いや20万部なんて言ったらもうほんとひっくり返りそうなんですけど、まあでもそれだけの方がですね、このガズレレを見てですね、音楽聴くからやるに変えていただけたと思うとですね、もう嬉しいです。あのほらガズレレの、やりたいことっていうのは音楽聴いていただけの人、私なんか音楽できっこないよと思ってた人ができるっていうふうに変わった、変わったというそういうね、笑顔がね増えていくのが、あのこれがまたすごい、それがまあ使命なんですよ、ガズの。なんでその音楽をやるという人が増える、これはですねめちゃくちゃ嬉しいことなんでございます。皆さんありがとうございます。引き続きどんどんね、いろんなもんコンテンツ、まあ、ガズレレ YouTube だけでもいいし、その楽譜とかもご活用いただいて、もうなんかねあっちからこっちから、楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。でガズレレ YouTube チャンネルはですね、まあ、例えばガズ旅だったり、いろいろ工場見学だったり、なんかいろいろね、なんかもう日々のこととかね、もうあちこちにいろんなことやってますからですね、もう総合的なこうなんかな、音楽を楽しむ毎日デイズ、ガズレレデイズ、ご機嫌ガズレレデイズも、はい、よろしくね。この本もね、渋野友社から、ね、出版されたばっかりですからね、学部の本じゃないけどガズがめちゃくちゃいいこと言ってご機嫌になれちゃう本でございます。ぜひこっちも読んでください。ということで、コラボの動画、素敵な動画を収録したよという現場から、最新情報とともにお伝えしました。それでは皆さん音楽楽しんでいきましょう。バイバーイ。